I welcome you to the pure world I have forged.大吾が刑務所に入っていたことは知ってるね。はい、5年前と聞きました。あんたが無所にいた頃の話さ。毎日浴びるように酒飲んじゃ、バカみたいに遊んで暮らしているよ。あいつは力の入らない人形みたいになっちまったんだ。ま、会ってみればわかるさ。でいいね。はい、ですが一つだけ頼みがあります。言ってごらん。関西に行く前にどうしても会いたい人間がいます。誰だい？堂島大吾です。堂島組長とあなたの息子さんです。交流会の連中か。そこどかんかい、ボケ。またお会いしましたな、キリュウハン。ここから先は一歩も通さない。今日はリュウジさんもおらへん。ハンさん殺す気で思いっきり暴れさせてもらいます。やれや。しばらく寝てろ。よし。おはよう、キリュウハン。葬儀の日に殴り込むとはどういうつもりだ？うちの若いもんは血の気が多てかなわんわ。やめ言うてんのに勝手に突っ走ってしもうたんや。ほんますまんことしたの。どの面下げてきたんだ。寺田藩には昔よう世話になったさかい、証拠をさせてもらいに来たんや。しばらく寝てろ。カムロ町に血の雨を降らせたります。せやけどうちには礼儀知らずのおっさんがおるからの。多分今頃カムロ町のどこぞで派手なパフォーマンスを繰り広げとるはずや。礼儀知らず？誰だ？戦国や。
戦国。Ladies and gentlemen、 ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場メイン王者、桐生カズマ。しばらく寝て。対するはこのトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星、ロブソン・カイタノ・ダ・シューバー。さあ、1年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今ゴングです。キルちゃんや、相変わらずごっついな。約束だ、登場会に戻ってくれ。まあ、祝いの酒でも飲みながらゆっくり話そうや。よし、この曲を送るぞ。夢中で貫いた偽りのジャスティス、握っていたはずの手はいつしかはぐれてた。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。しばらく寝てろ。よし、やるか。
気に入ったぜ。さあ行くか。時間食っちまった。どうしたの？怖い顔して。なんだ、はるかか。どこ行ってたんだ？どうしたその花束？お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああ、そうだったな。おじさん、お腹空いた？すぐに朝ごはん作るね。手間取らせやがって。うまいな。さ、行くか。ああ、俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この一年で上達したんだからね。そうだったな。私たちの愛の力を見せつけましょう。ひき肉にしてやるよ。手間取らせやがって。
よし